しゃあない、ちゃんとやりが使えま、生き残ろ。槍の達人になってからやで。まあフレンドリーファイヤー切ってるから普通に遠距離、近距離、中距離3人くらい。そうか、地雷あるとこなんかもう近すぎへんな絶対。ああそう、あの軍事キャンプとかはなんだろう、ピストルとか結構落ちてるんすよ。うん、逆にあの地雷もあるしワンワンもいるんですよ。うん、から一人で突っ込むと確実に死が待ってる。死ですね。そう、装備整えてから攻略しないと。だからゾンビをね、地雷に誘導したりすると結構いけるんだけど。みんなのスポーン地点が遠いのが一番辛いよね。それな、どうする、もう完全放置してとりあえず集まる、あのタスク、あの最初のやつ。じゃあねえな、とりあえず走るか。まあ走りながらやれる。そう、移動すればマップわかるしな。で、街とかは見つけ次第マークして自分で覚えておくっていう形で。あ、来た。引きこもりの僕が家出た瞬間トラックに引かれて、こんなところに一体どうなってんだ。なんだろう、ゲームを起動したらこんなところに何が起こってるんだ。何もねえじゃねえか。なんか特殊能力とかねえのか。はぁ、私が神です。お前神かよ。ダメ神感がすごいぞ。やべえな、なんか目の前にさ、うん、目の前に取れたはずなんだけど。え、動かないで。お前は動くな。モノコさんどこにいる。多分送ったと思うんで、受けてもらったら場所わかると思うんで。パーティー送ってもらってないというか、まあ元からまあなんかパーティーやねんけど。え、送ってない。え、いや、なんか元からパーティーになってる。あ、来た。あ、オッケー、来た。モノコさん何色？黄色ちゃう？知らんけど。黄色か。じゃあとりあえずモノコさんの方に行こう。鉄だけ集めたかったな。あ、お薬ある。ちょっと鉄だけ取らせてほしい。いいよいいよ。何これ、雑誌？砂漠だ。私も砂漠。ヌードル&なんとかボリューム4っていう雑誌があんねんけど。それクラフトスキルじゃない、料理の。なるほど、ゆうちゃんにあげよう。お土産できた。完全に私専門の調理師みたいになってるけど。え、あ、コック頼む。え、本とかってシェフって呼びな。本とかって一定時間経ってから、じゃあ一定時間経ったら消えるやつじゃないの。あ、で違います違います。スキルが完全に変わってて、スキルページ開いてもらうと分かるんですけど、一番右に特典ブックっていうのがあるんですよ。ほう。そこのタイトルで、あれです、ロック解除で実績が解除されて。まあ、目の前に。まあ、例えば、普通に、あの、そうだな、なんとかシチューのレシピみたいなのが落ちてるんですよ。そうなんや。そうそう。なるほどね。そういうのはね、積極的に拾ってね、読んだ方がね、いいですね。読めるってなんねんな。お、これなんだ。ガッシュベルよろしくみたいな感じなんねんな。ガッシュベル。ざける。カードゲーム持ってたからな。懐かしくて。ガッシュベルはね、見てないんだな。俺もなんかちょいちょいつまみ食いしてるぐらいだぞ。あ、ハモタキルだとか。あれ？ちゃんと見たかったわかんないけど。ベリーメロンの歌とかめっちゃ好きだった。ベリーメロンの歌しか聞こえない。なにこれ？すげえ高台ある。え、なにこれ？え。すげえみんなが遠いよ。え、何？心の距離？物理的な距離だ。ゆうちゃんと心の距離離れてる。2人はさ、揃ってるから、まだ生存率上がるでしょ。された町、された町に行ってしまった。待って。あの、ゾンビ犬とかいるかもしれないから気をつけてね。うん。こういう道結構好き。モノコさんどこやろ？あ、ハゲタカいらん。モノコさんどこやで。そっか。
めっちゃ合流してみよう。砂漠の街に、それ街なのか、住宅街っぽい。とりあえずトイちゃんに合流するか。ここあ、鶏。なんで毎回鶏に会うねん。おった。ハロー。ハロー。ブンブン、ハロー。VTube。もうあの砂なんか K1 かなんかの観客でおるだけで Twitter のトレンド入りするって何なんて感じだけど何なんでしょう。あれマナフさん どこる。え、ここあれすれ違った。うんうん、あ、おった。もんのこしもんのこし、トレーダーどこ。トレーダーそこを右回ってこうピャッて行ったらそこ。ああ、あれね、了解。鶏マジ足の。そこの目の前に現れてさ、俺やべえ、家もちゃんとあるやん、すげえな。うん、あのトレーダーハウス目の前にあって後ろ向いた家まであったから、あ、ここ俺の家やわってなった俺の家ではないかもしれないけど。え、違うん。こんなジャーニーズエンドって書いてるけど、ジャーナル終わったんじゃない。ジャーニーズ、ほら、なんか希望が終わった。あ、鶏殺した。あれやろ、ウィートレーダー入る。あ、あん。ずるい。ふぅ。マップに入れとこう。死ぬなよ、頼むから。頼むから死ぬなよ。せめて7日目の大襲撃までは生きてくれ。クラフトウッドクラフト。クラフトウッドボー。なんかこれ、なんか、え、これなんかこれ、あ、そうか、なんか当たったら色々あるやつな。なんか、当たったけど、シワ、シワ使える。キャンプファイヤーじゃなくて、キャンプファイヤーじゃなくて、なんか資材作るための、あれ。何を見てるのかわからないから。おぉ、まっすぐとこにいた。おぉ、お前。これ今、廃墟外にいるの。廃墟外じゃないの。あれ地にいるの。あれ地。工事の中にあの、ウッドがめっちゃ入ってた。なんで知らん。え、俺やって、工事の中に。ウッドめっちゃ入ってた。燃やすための、燃やすための工事で。資材、燃やす方の資材を。謎。これなんもねえじゃねえかよ。なんだよ、何もねえじゃねえかよ。しけてんなこの野郎。ただ生活してきたと生活してきただけなのに、買い物に来た客に家は去られてるでござるよ。しけてんなしけてんな。かわいそう。どっかに隠してねえの。ちょっと飛んでみよう。わっ、え、あれ、あれ、トレーダー2人おる。は、女のトレーダーおんねんけど。うん、女のトレーダーおるやろ。え、そっちもトレーダーおんの。え、こっちおっさんおるやん。だって見てなかったんだけど。あれ2階か。いや、違う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 。え、あのおっさんなんなんじゃ。泥棒じゃね。いや、君たちの同業者だよ。あれ、違う違う違う。どこにいるの。あ、え、バグか喋れる。バグかよ。どこにいるの。あ、ちょっと待ってな。さっきのとこ登りたいんやけど。いや、喋れる。じゃあバグじゃないんじゃね。いや、中に入ったらさ、いや、ちゃう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 、中に入ったら女の人やけど、上から覗いた時おっさんやったえ、そういうこと。それはあの、うん、私が男よけのために作ったバグじゃないですか。やっぱ神だから。上から覗いた、どっか上から覗いたん。さ、そのトレーダーのさ、上から覗けんねんや、あの。あ、落ちる。割としっかりした町があって、私はびっくりしている。あ、女の人に変わった。あ、あれ女の人やったんか。でも声おっさんやったけどな。お前ニューハーフの人かもしらんやろ。なんでやろ、なんでなんだ。なんでなんだ。怖い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 。客見て性別を変えるよね。怖い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 。ここ乗せた時おっさんだったんだよ。本当なんだよ、信じてくれよ。やだ。僕は嘘ついてない。本当におっさんだったんだ。お姉さんがおっさんなわけないだろ。なんでだよ。あ、トレーダーハウス見つけた。じゃあここだ、みんながいるの。
うん、そう。あー、やっついた。まあやっぱ有能だからこのペースで来ちゃうよね。うわ、すごい。めっちゃ遠かった。マラソンランナーになれるんじゃないかってぐらい走ったもん。服を作るまでの。本当にハーフめっちゃ汚いんだけど、別に人も知り合いっぽいの売ってるやん。うん。何この人？カニバルなの？前ずっとしょ、開けた。ワークベンチって他にありました？あったよ。あった。ありがとう。そこ左。あと、コンクリートミキサーって言ってました？あるよ。あった。トレーダーハウスってか、トレーダーとか。あ、そうか。ありがとうございます。オッケー、これで開けたわ。この文字だけが壊れてたの。あ、お姉さん。Hello, traveler. あ、声が男だ。ケミカルズ、名前わかんないな、この人。え、ケミカルズなんて前あった？ん、え、サイエンスステーションはずっとありますよ。そうなん。うん。あ、サイエンスステーションこれ。なるほど。なんか見たことないだけやわ。レジからお金を盗もう。なんてやつだ。商品みたいに。お姉さんのお金を奪うんですか？こっちだっていけるのに必死なんだよ。そういう時もあるだろ。なんてやつだ。好感度下がったわ。お姉さんの。それは売れるもの変わってるくない？なんか、そんなこともない？売れるもの？売れるもの変わってるかもしれないね。なんか、今までトレーダーハウスの椅子パチってはスクラップに回したけど、普通に売れたから。あのね、あのトレーダーによって扱ってる商品が違うんですよ。あ、そういうこと。なんかたくさん、自分がたくさん仕入れてると、お前のそれいらねえんだがって言われる。ああ、なるほどね。そう。とりあえず、どうします？拠点、この辺に拠点構えるんです？ん？そうじゃないの？いや、ここら辺でも、なんか、焼け盛りというか、砂漠、焼け盛りだと、全然ないぜ。焼け盛りだと普通にあれですね。熊、まあ、来る。ゆうさんのトレーダー、どこら辺？あ、開けてないよ。今開けたもん。あ、マジ？俺今、せっせと服を作ろうとしてる。まあ、どの辺というか、多分一番近いところがこうになるやろ。スパンで2キロぐらいで、一つの町につき1個とかで焼くはずなので、町見つけたらその辺にいると考えればいいんですけど。うん。基本森林バイオームに建てたい身が強いんですよね。うん、それは。焼けた森にいると体温上昇が怖いから。ただこの辺どこ見渡しても森林バイオームが見えないんですけど。え、俺がさっきおったとこは森林やったで。あー、じゃあそっち向かいますか。行きます？マッパやけど。マッパ怖。誰かラッキールーターあげますか、ね、ラッキールーターって何？え、なんかいいの取れるやつ。そう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 、パーク。俺は槍をあげる。あれ、もう一人は？今、食べ物とマイナーシックスライナーあげてる。こっから、北東方向にあるわ。北東やから、NE 方向か。なるほど。石が欲しい、石が欲しい？今取ってる。なるほど。レベル2ストーンアックスいる？ストーンアックスはまあ欲しいけど普通に。仕方ないね。レベル2ストーンアックスを投げ売りしよう。売るの？金持ってません。すいませんでした。いいよいいよ。いらない。あげる。なんか黒い石。みんなの方に。それは多分あれ、オイル系、燃やす系のやつが出てくる。ランプオブコールかオイルが出てくる。コールだね。まあ、牛とか作るんだったら、その玉作るのに使ったり。
なるほど。まあいいや、ほっとこう。お、ちょうどアックスが壊れたときにアックスを持ってきてくれた人いる。いいよ。頑張ってね、君。なんでユウさん僕にくれたんですか、アックス。レベル2作れるようになったから。嬉しい。大丈夫でしょ、地雷も確か説明したしね。されたかな、そんな。あ、わからんな、なんかなんだろうな、わから忘れた、忘れたことにしとこう。前の自分のシティなんだから、それは覚えてるでしょうね。あれ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。おや、どうした、魔人。ちょっと待てよ。あ、まさか前の前後の魔人ちゃん、まさかのやつやったわ。道を間違えた。いや、森林バイオームだと思っていたが、そう、全然前世の記憶のせいですごい曖昧になってた。およ道に迷ったな。道に迷ったぽよ。しかも敵めっちゃ多いんやが。どれぐらいの距離だったんだよ、槍って。あー、結構。あ、ねえ、ゾンビ犬いるよ、クリさん。ひえ、あ、マジ？ひえ、あ、槍強っ。
気にしないで作り始めるのすげえな。真ん前にいるのに。よいしょ。どこ？あっち。あ、おった。いっぱいスクラップが取れるぞ。どこにいるんや。え、どうしよう。森林バイオームないんだが。この辺めっちゃ気温高そうな立地なんだけど。そう。N 方向に向かってみますか、トレーダーハウスから。ね。あ、でも N 方向は砂漠やってん。僕のトレーダーハウスがこの先700m ぐらいまっすぐに NE 方向にあんねんけど。じゃあ NE 方向行きますか。え、でもあれやん、あの、ヤバい地帯じゃないの。あのね、知ってますか、人を先に歩かせればいいんですよ。なんてやつや。あとトレーダーハウスって細道の先にあるんですよ、基本的に。ほう。だから、道があるところを通ればいいんですよ。そっちの方が狙い見やすいしね。道があるとこ、道なんてねえよ。あるじゃん。あ、でも、あ、でも砂漠との、おお、砂漠との間、NE 方向でいいんでしょ？うん。足元地雷踏まないように歩こう。ゾンビか。ヘビじゃないならいらねえな。2本目の、あ、ヘビだ。ヘビは肉だ。あ、ゾンビ犬いる。倒したけどさ、あの、うん、俺あれなんだよな。あ、骨ないんだよな。最初普通にストーンアックスで解体でいいですよ。なぜなら、なぜなら骨が4本いるから。骨が5本いるから。そんなことより今ね、私ね、追われているの。マジで？おい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 、死んだわ、あいつ。ゾンビ犬に追われているの。さすがに犬2匹は無理、犬2匹は無理、犬2匹は無理、犬2匹は無理。ちょっと待って、俺もゾンビ犬に襲われてる。思わず足を止めてしまった。倒した。待って待って。半角になってない。ユウさん先おんの？ちょっと待って、ふざけんな。死んだわ。ゾンビ犬に襲われて、ゾンビに襲われて、あ、ユウちゃんが死んだ？これは。バカな。お前が。